花は覚えてんだけど。あ、そうか。うん、これはね、山紫陽花と同じようなね、黄色とカバ色の混じったね、まあ、紫陽花を小型にしたような花咲くの。うん、で、ちょっとこれ、紫陽花と違って木になるからね、うん、さっきも言ったように。これでね、ミニ盆栽するとね、絶大な人気があるんだけど、うん、花咲いたらね、まあ、Google、あれで、スマホで調べれば出てくるかもしれない、うん、ね、なるほどね。花咲かないとこの葉っぱで探すのはちょっと難しいんだよね、うん、みんな同じような葉っぱ、みんな同じような葉っぱだからねで、これはこれでこうでしょ。でね、これをね、この鉢に入れる予定なんです、うん、それで何もいつもと同じやり方でね、ちょっとやってみますけど、まあ、これは端折ってもいいんだけどね、まあ、どっちにしてもやらなきゃならないか、うん、これこういう感じですね。こういう感じね。こういう感じ。ちょっとね、大きいとね、角浮くので、ちょっとこう落とします。こういう感じですね。うん。あとはね、いつもとやってるようなことなんですけど、うん、問題はこの根がね、この鉢に入れるわけね。それで、ね、普通だったら、うん、なかなか根今頃切れないんですけどね、うん、だいたい上半分落としてるからね、鉢、うん、葉を。そうだね。だからね、根に多少こう傷ついても、傷っていうか根を小さくしてもね、うん、これからの置き場所ね、風のビュービュー当たるところでなくて、うん、ちょっと半日陰に置けばね、うん、そして日に1日1回葉水かけてやればね、うん、それを10日ほど繰り返せばね、うん、ね、夏ですんでね、新しい根がまたちょっと元気よく出るんでね、大丈夫なんでね。で、一応これ根は全然触ってないのね、うん、切ってないのね、うん、ただこう土を落としてるだけなんですよ、うん、あ、うん、なるほどね。だからね、これは今お客様の注文で、うん、これやってるんであって、うん、小さいのが好きなお客様の注文でやってるんであって、うん、あとはね、ちゃんとこうやんなさい、ああやんなさいって言うから、うん、その通りにやらないとダメなんだよ。うーん、だから必要最小限のことはね、これ産業でやっとくんで、うん、あと言いつけを守っておとなしくやるんだよ言いつけが回ってダメだよ、自己流でやったら。こういう感じでね。で、これ下に入れる必要ないですから。あ、そう、うん、こんなものもうカラカラに乾いちゃうから、もう鉢が小さいし、上からも水分蒸発するしね。もうこれこういう感じです。うーん、もうね、夏ですからぐずぐずやらないでさっと植えてしまわないとね、ダメ、手早く。なるほどね。パッとこうやってちょっとこう植えて、こうやって、それでね、ちょっとこういうところの根を上上がったやつはね、これ切ったってね、こういうね、なんちゅうんだっけ、こういう木は野生種なんでね、うん、そんなね、ちょっとやそっとのことではね、へこたれねえから。だけどこういうね、満身傷だらけだからね、うん、最初だけは大事にしてやんなきゃなんだよね。どっちにしろ来年は花確率ゼロですよ。ゼロゼロゼロ、全然ダメです。これも花咲かせるつもりで剪定してないから、うん、花っから。これはだから私が喋ったことで自分で勝手に想像して花浮かべてください。いや、もう頭に浮かんでるんだけどさ、ね、実際に見てみないとだ。いや、これはね、俺は分かってんだけど、だけど名前を、名前分かればね、カタカナかい、カタカナで名前分かればネットで調べれるんだけど、まあ
でこれでね、これ我々はさ、ある程度たくさんのものを並べて一気に水やったりするからきちっとやれるけど、うん、これはお家に持って帰ってもやっぱりちゃんとね、こう水が一番肝心なのでね、なるほどね、うん、日当たりのとこへカッと置かないで、今日なんか暑いんでね、うん、日陰に置いて一日一回葉水、水はもちろん一日一回たっぷりやると、うん、なるほどね、それで肥料はやらないまだ、うんうん、でそんな慌てなくてもいいの、来年は花咲かないから、うん、もう生かすことが先決ね。なるほど。これゆすら梅って言うんだけど、うん、これをね、なんて言うんですか、花がね白で赤い実がつくの、綺麗な照りのあるね、食べたら美味しそうなね実がつくんだわ。これはね、ひょうたん木と違って食べれるんだけど、ね、あ、そうかい、無理して食うことないそれね、これは俺食ったことないよな。本田陶芸師それでね、これもですね、こうあるでしょ、これもね、根は触れないんですよ。これかなりこんなにあったやつ落としたからね、根はね、バランス的に言うとかなりね、触っても大丈夫なんだけど、うん、やっぱりちょっと浅い鉢に入れる以上はね、うん、ちょっと下の土を少しねほぐさなきゃならないんで、うん、こうやってほぐして、それも来年は花は見込めない、これは絶対あり咲きません。あ、なるほど。でこういうね、いつも言ってるように、うん、こうやって走る根があるのね、あ、こういうの、これがね上も走る原因になるから、うん、こういうのはねちょっと今回は本当はね植え切らなかったらダメなんだけど、今回植え切ったからね、うん、そんなに水分ね一生懸命運ばなくてもいいはずなんでね、こういう時だけでこれ取っとくんですよ。なるほど、ね、太いのね、あ、そういう極力こうやって見て、うん、こういう太いの探して、うん、それでなるべくねこう走り根を取っとくんです、こういう感じでね、うん、まあ、この程度はいいけど、まあ綺麗に取っといた方がいいね、将来のちっちゃい鉢に邪魔にならないような、そう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 、でこういう感じでね、ちょっとこれをですね、うん、もうちょっと本当はねこれ甘かったんで、曲げ方が、あ、なるほど、こう来てこれこのぐらいでもいかったんだけどね、それはね将来的にこうできますんでね、うん、今はね、うん、根も切った上も切ったって時にね、この針金もいったら ね、うん、そうだね、木にとったら三重苦なのね、うん、だから今回はこれやめて、うん、ちょっと根が元気よくなってから、もう一回曲げるといいね、うん、したらもっと背が低くなるでしょ、うん、そして真ん中の枝取っちゃうの、これ、ね、これいらねえわ、本当にいらねえわ、これ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 、いかい、取っちゃうんですよ、うん、この方がいいんです、いくらでも出ますから。それでこういう感じでね、これ止めといて、これ下にね大きい柄入れてないんだけど、うん、これ穴も大きいしね、うん、粒々の硬いね赤玉と桐生砂を入れてますんで、うん、多少ね水溜まっててもね、葉っぱからどん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 水分吸うからね、なるほどね、何ぼやっても根腐れなんてことは起きませんのでね、これはゆすら梅、うん、